はい、まずですね、この動画は皆様に10万円などの現金をプレゼントする動画ではございません。なので、もし間違って開いてしまった方はもうここで閉じてもらって結構です。ということでですね、ツイッターの方でツイートして、まあ、軽くバズったので YouTube の方でも、注意喚起しておきたいと思うんですけども、昨日見つけたニュースです。 YouTube なのか何の動画配信サイトなのか分かりませんけども、動画でですね、10万円をプレゼントしますという企画でですね、まあ人を集めてその人たちを騙して逮捕されて今裁判中っていう案件があるようです。でその手口について少しだけ見たんですけども、まあ全ては書いてなかったんですよね。 FX で儲けた大富豪がいて、まあ、その人がお金をプレゼントする的な、まあ、おかしな話なんですけども、まあまあそんな内容だったらしいです。で、お金プレゼントします企画とかって時々話題になってるじゃないですか。某芸能人と付き合っていた、服屋さんというか、まあね、アパレル系の元上場企業の社長とか、あと、YouTuber でも超有名人がゲーム機配ったりとかっていうのやってますけども、それぐらい有名な人だったらまあ信用してもいいのかなと思いますけどもね、中にはこの人信用して大丈夫なのっていう人も、見かけられるじゃないですか。皆さんはそういった、プレゼント企画に申し込んだことあるでしょうか。もしもその、何万円プレゼントしますよっていう方々がですね、最初からそんなお金なんかプレゼントする気がなくって騙すことが目的、つまりサーから始まりシーで終わるね、そういった人たちだった場合ですね、申し込んだ時点であなた方はリストと呼ばれます。リスト、リストっていうのは何かっていうと見込み客です。要はこいつは騙せそうだなという、そういったリスト入りするわけなんですよ。で、まあ特殊詐欺と呼ばれる、まあ少し前だったらオレオレ詐欺ね、オリオリじゃない、オレオレ詐欺、振り込め詐欺、母さん助けて詐欺、いろいろなんか呼び方ありましたけども、あれって闇雲に全ての電話番号に電話しているわけじゃなくって、リストを持ってるわけなんですよ。要はこの人はお年、まあ、そこそこ行ってて子供がいてっていう構成まで分かってて電話しているんですよ。それと同じでですね、何万円プレゼントしますっていう企画をサーから始まってシーで終わる人がやってる場合は、ただリストを取りたいだけなんですよね。で、まあ、ツイッターをフォローしてもらったり、 YouTube にチャンネルしてもらったり、お金を配らなかったらそれ法的にどうなんだっていう問題が一個あります。でその人たちが最初からお金を配る気なかったら、無料でツイッターのフォロワーが増やせて YouTube のチャンネル登録者数が増やせるわけなんですよ。でそうやってツイッターのフォロワー、そして YouTube のチャンネル登録者数が増えたところでそういったことを行うね。ということは間接的にですね、まあそれに協力しているっていうことにもなります。フォローしたり、チャンネル登録することが。なのでですね、皆さんもうちょっとね、よく考えて、申し込みとかをされる方がいいかなと思います。あと一個ほんとちょっと皆さん怖いなって思うのが、ツイッターのコメントのとこに住所とか名前とか銀行口座番号とか書いてる人いるんですよ。いや、そんな個人情報を誰もが見れるツイッターだの YouTube のコメント欄に書いたらダメですよ。違う、サーから始まってシーから終わる職業の人たちがリストとしてカモにしてきますよ。本当に注意してください。はい。でですね、 FX の場合はね、そうやってリストを集めてね、
その人たちに情報商材を売るであったりとか、 FX の有料サロンに入会させるであったりとか、 FX の高額塾、まあサロンと同じような意味ですけども、そこに入会させるとか、あるいはインディケーターと呼ばれるね、まあ売買シグナル、サインツールを売らせるであったりとか、まあそういったことに使われるかもしれないので、まあ、ツイッターの本当のもう捨てアカウントみたいなので、リツイートするとかぐらいだったら害はないかもしれませんけども、本当に、注意してくださいということです。で、この動画概要欄に、その実際に逮捕者が出たっていう URL 貼っておきたいと思います。はい、いやもっとね、警察の方も頑張って、いろんな方どんどん逮捕していったらいいのになと思うんですけどもね。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。